どうも、凛太郎です。よろしくお願いいたします。ベントスとファンタジスタやっていこうと思います。今日がね、最終回にしたいと思っております。このイベントスキャリアモードは基本的にね、配信の方でやっていきたいと思っているので、動画ではね、ここで、はい、前回話した通り、ハンコを取って、今日はね、ハンコを取って開幕戦をして終わりにしたいと思います。はい、やっていきましょう。前回ね、失敗してるので確実に取っていきたい。32億ぐらい。おっと、なんか変えてきましたね。やめて、もう失敗はしたくない。 OK、ダビッド・ハンコ。前回3万ユーロぐらいですごい怒られたので、5万ぐらいにしますか。ぜひね、提示してほしい、そっちに。 OK、 完璧。はい、ということでね、2度目のチャレンジ成功、ダビッド獲得することができました。素晴らしい。ちょっとね、ボンジョルノもトリノのいいかなと思ったんですけど、イタリア人センターバックトリノなんですよね。トリノからはやっぱり取れないですよね。はい、これでね、とりあえず補強はね、終了ですね。はい、では早速ね、ウディネーゼとの一戦やっていこうと思います。メンバーはもちろん積極的にもう使っていきましょうか。でロカテリ、ケニソーレで、指示の方なんですけど、ちょっとやっていきましょうか。ソーレは結構ね、自由に動いた方がいい感じがするので、で積極的に上がらないにして、でブラホビッチは裏抜けと中央とどまってもらって、バランス裏抜けかな、彼は。 OK。 でロカテッリは基本的に、攻撃時上がらない。マッケニーはサイドカバー、ちょっとねソーレのカバーしてほしいので、だ守備時442っぽい感じになるイメージでいきたい。 OK。 でジュスでもあんまり上がらないでほしい。逆にこっちは上がっていく感じでいきましょうか。で戦術なんですけど、バランスにしましょうか。バランスでエリアは、まあエリアは狭めて深さを上げましょう。アンコートブレーもいるので、センターバックはこの深さに対応できると思います。で、ビルドアップなんですけど、まあこれは配信の方でなんとなく微調整しながらやっていきたいんですけど、バランスにしましょう、まずは。で、ポゼッション、幅は、チーム多めにして、OK。これでいきたいと思います。ではいきましょう。どうかな、うまくいくかな。次は開幕戦、ではやっていきたいと思います。ディネーゼ対ユベントス、基本的にボールはしっかりつないで、カウンター系の選手ではないので彼がいいですね。この幅のという感じですよ。
僕とにかくボールを持って結構自分で何でもやりたいタイプなんで、うん、うん、うわー惜しい。でね、このソックスもいいですよね、彼も結構短くしてるんですよ。素晴らしい、ここ最高です。ナイスボール。うわー、そう、今のもう全部詰まってた、それの守備の負担をマッケニーがここでカバーするっていう完璧なパターンからのカウンターだったのに素晴らしい。うん、ナイスボール。うわ、ちょっと出会いきなかったな今の。素晴らしい、キエザ。ファンコどうですかね、楽しみ。ラビオとロカテリ、マッキリの中盤最高じゃない。うん、惜しい。嘘、めっちゃ速い人いた。うまっ、ハンコをちぎられましたね。やられた。ベナーそんな速いんだ。ベナー今シーズンブレイクするかなと思ったけど、ちょっと怪我でうまくいってないですね。うん、うん、うまい。うわ、いいですよ、ああいう持ち方結構リアルですね、持ち方も。うん、うん、うわ、惜しい。楽しいな。嘘、うわー惜しい。うん、マイボール。うわー、ゴールキックか。うん、素晴らしい。いいよ、ナイスボール。まさか、うわー、いけたか。え、うわー惜しい。大丈夫ですよ、さすが。こう、ナイスボール。セカンドアス上がる。いや、これちょっときついな。うん、うわー、そっちか。え、取れる。やめて、やめて。ノー、 2-0。そうでしょう、あんなちぎられる。うん、うわー、押さるか。このボールできるんだ。このボールいいですね、対応していきたいな。 OK、 うん、うわー、なんで。はい、ということで、ね、前半 2-0、 かなり厳しい立ち上がりになりました。うん、ちょっとね、そこをあんだけ簡単にやられちゃうのはきついですね。
うん、うわそこ、うまい、うわファウルない、ちょっと待って、この人やばくない、強すぎない、いやな、うん、ナイスボール、こういう時の強い相手、強い、さすが、うそ、ナイスキーパー、はい、早くない全員、オッケー、取れなかった、うん、うん、うわー、うそ、この右サイドバック誰、めっちゃいい、速いし強いし、危ない、3回もね同じことをやるのに、うん、行こう、出せる、うわ、え、うわ、うまい、うますぎる、いや、キエーザのね、僕好きなところはやっぱりこのよく決めてるイメージないですか、こういう逆境の時に一人気を吐いて決めるみたいな、ナイスゴールすぎる、いきましょう、ここからよ、うん、うん、いいよ、サイド、いや走ってほしいな、ナイスボール、惜しい、サイドに展開して走ってほしいですね、あれはさすがにゴール前に、うまっ、うわ、行っちゃう、うわー、ゴリゴリいけない、いい守備だ、彼がね、いいんですよね、ブーセレ、いい選手、 OK、 うわ、ファールか、ファールか、サマルジッチが来た、うん、そう、うまい、えぐい、うわー、ラビオ、ある、うわ欲しい、欲しい、うん、取れない、素晴らしい、うわ嘘、強ちょっとね、良くないですね、そのクオリティは取れんじゃない、これ、うん、いっちゃおう、え、うまっ、イエス、よく決めた、ボール持って帰ろう、ユベントスダメよ、そんなんで引き分けで喜んでちゃう、いける、うわ終わりか、
はい、ということで、いや、面白い試合だった。まあまあまあ、シーズンね、最初の試合だし、2対2ドロー、悪くないのではないでしょうか。まあ、ソーレのね、ユベントスとファンタジスタという題名で一応やっているので、決めれたらよかったんですけど、まあまあまあ、彼中心のサッカーっていう感じにはなっていたと思うので、これからね、ちょっと配信で、イベントスキャリアモードやっていこうと思います。はい、ということで今日はねこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の企画から、実は僕ドイツから日本に帰国してちょっと休暇を取るので、一応動画出すんですけど、はい、基本的に何でしょう、前撮りっていうんですか、先に動画撮っておいたので、新しい企画はちょっとねそっちの方見てみてください。皆さんと一緒にチームを作るっていう感じではなくなってしまうんですけど、一応動画は上げれるので、はい、よろしくお願いいたします。はい、選手挙げていただいた方ありがとうございます。また日本からドイツに2日に帰るので、またそこからは普通に動画上げれると思うので、はい、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。またね、次回次の新しい企画で企画の方よろしくお願いします。はい、バイバーイ。じゃあねー。